全員いるな。うん、すでに先住院は鬼と契約を済ませたのか。ええ、同席させた方が良いかと思いまして。手早いね、お前は。まあ、先住院は今回の件でなくとも契約したいって鬼は多かったしな。契約？ということはもしかして仮契約じゃないのか。ううん、違うよ。ちゃんと本契約を結んだんだ。前々から契約したいと言ってくれていたから事情を話したんだ。そうしたら快く本契約を結んでくれたよ。昨日の今日で本契約？理解できない。お、シロより頭固いやつ発見。なんだって？落ち着け、タケヤ。契約するしないは個人の自由だ。たとえ理由がどうであれ、本契約が結べたからには双方の利害が一致しているということだ。お前が口出しするようなことじゃねえだろ。そりゃそうかもしれないけれど、もう少し言い方を考えてあげればいいのに。さて、集まってもらったのには訳がある。はぐれの出没がまた町で確認されたそうだ。またですか？ああ、そして非常に残念なことだが、また被害者が出た。主ではなくただの人間だった。肝心にまで被害が広がっている。ちなみに鬼はまだ討伐できていない。ということはまだ町に潜伏しているということだ。え、それでは放っておけば。ああ、じきに次の被害者が出るだろう。そこでだ。事件解決の手がかりを探すため、2名ずつ組んで町へはぐれ討伐に出てもらおうと思っている。え、俺たちだけでですか？早急にでしょうか？できれば今日の放課後、難しければ今週中といったところか。今日？それあまりにも急すぎやしません？被害者が出ているなら仕方がないだろう。先ほど伊沢から質問があったが、もちろんお前たちだけで行かせるわけじゃない。はぐれ鬼討伐のためにすでに契約を結んでいる優秀な主と鬼が町へ送り込まれている。今この世に存在する鬼と主の管理をしている政府直属の組織の者たちだ。はぐれ鬼の出現情報があると普段はその組織の精鋭が真っ先に送り込まれる。もちろん今回もな。それに重ねて俺たちが送り込まれるっていうのは、それほど事態が急を要するってことですか？複数の鬼と契約を結んでいる優秀な主が殺されるということは、複数のはぐれ鬼が生まれるということだ。討伐に回せる者にも限りがあるんだ。被害を受けているのはこの近隣の町だけではないからね。そして優秀な鬼や主ほど仕事から手が離せない者も多い。鬼が主と契約をするとその届け出をすることになっているが、そういう仕事も彼らが担っているんだ。だから全員をはぐれ討伐に回すことはできない。そして
戦闘に慣れていない中途半端で未熟な職員を町に出したところで、はぐれを討伐できないどころか新たなはぐれを生んでしまう可能性だってあるからね。その未熟な職員に私たちは含まれていないというのね。鬼の気配は同じ鬼であれば気づきやすいだろう。もしお前たちに何かあっても、おそらくだが駆けつけてくれるとは思う。だが数が多すぎて現時点で人が足りていない状態だ。わかりました。それでは僕はパートナーとして組んでいる彼女と契約をしている彼らと共に行動をするということでよろしいですか。話が早くて助かるよ。依存はないかね。ま、お前はここに来たばかりだ。覚悟だって決まりきらねえんだろ。それなら仕方がない。今回は。いえ、やります。本気か。尻込みしていたって仕方がないわ。もう覚悟はできているはずでしょう。私だって命を受けた身です。やらせてください。後から行きたくありません。なんつうのは聞けねえからな。もちろん分かっています。初めて会った日にもらったんだもの。お前どうしたんだ。泣いているのか。どうして泣いているんだ。言わなくちゃわからないだろう。なんで泣いているんだ。あ、もうどうして泣くんだよ。俺今聞いただけだろう。もう分かった。俺やるから泣きやめよう。せっかく綺麗な花が似合うんだ。泣いていたらもったいないし、花に失礼だろ。よし、それでいい。懐かしい。遅いな。約束今日じゃなかったのかも。今日はもう来ないのかな。
だけど、いつまで待っても彼は来なくて、そのままもう会えなくなった。私はシロウに会いたいのかしら。会えたとして私は何を伝えるんだろう。行かなきゃ。あ、いた。あの人って確か先住院さんの代わりに迎えに来たよ。あなたは確か先住院さんと契約したという鬼の。うん、その通り。住吉明って言うんだ。よろしくね。私は八瀬琴子です。よろしくお願いいたします。うん、実はもう先住院さんから名前は聞いているんだ。なんて呼んだらいいかな。八瀬で構いませんよ。遠慮なく呼び捨ててください。え、悪いよ。でもそうだね、君がそれでいいならそうする。ええ、お願いいたします。君みたいな優秀な人に頭を下げられるなんてくすぐったいよ。僕に対しては気を張らなくてもいいからね。優秀って言われても実感ないんだけれど、まあ意地を張るようなことでもないわね。わかりました。じゃあ行こうか。あ、はい。住吉さんって先住院さんと本契約を結んでいるのよね。どうして命を預けてまで先住院さんと契約をしようと思ったんだろう。ん？どうかした？すみません。あの、一つ聞いても？いいよ。一つとは言わず、何でも聞いて。住吉さんはどうして先住院さんと契約をなさったんです？優しい顔ね。僕、先住院さんに憧れているんだ。初めて会った時からずっと。どうしてです？君も先住院さんの実力は知っているでしょ。彼はとても優秀な主だ。主はただでさえ数が少ない。そして複数の鬼と契約できる主はその中でもまた限られるんだ。そうなんですか？そう、そういう主は数がひどく限られるんだよ。ゆえに優秀であることがほとんどなんだ。そんな優秀な主が相次いで殺されてしまっているんですね。怖い話だ。あなたは恐ろしくはないのですか？僕？どうして？はぐれになるのは主と本契約を結んだ鬼なのでしょ？大丈夫、先住院さんは死なないよ。殺されたりだなんてしない。もしそんなことが起こりそうになっても僕が絶対に先住院さんを守る。そうしたらはぐれにはならないでしょ。それはそうかもしれませんけれど、僕はね、先住院さんと契約を結べたことがとても嬉しいんだ。鬼は主と契約をするとその主のことで頭がいっぱいになる。
高先生が契約は一目惚れの感覚に似ているかもしれないっておっしゃっていましたけれど、そういうことなんですか？僕は契約したことがなかったから半信半疑だったんだけれどね、ずっと憧れていた人に契約してもらえたんだ。どんなことがあったって絶対に後悔はしない。どんなことがあったって先住院さんを守りたいし一緒にいたいと思う。というより嬉しすぎて後悔の気持ちなんて一つも湧き上がってこないんだよ。もう本当に先住院さんに契約してもらえるなんて夢みたいで。本当に先住院さんのことが好きなのね。だらしなくなってしまうよ。早く先住院さんと一緒に戦いたいな。それにしても盲目的な感じだわ。なんだか危ういくらいに。これから行くのははぐれの討伐です。危険な目に遭うかもしれません。それでもあなたは後悔していないのですか？もちろんだよ。今日僕たちが回るのはここの区域だ。ここからここまでですか？ああ。他の区域は阿佐ヶ谷地や相馬が担当することになっているから。頑張ります。僕も足手まといにならないようにします。あ、よろしく。じゃあ行こうか。なかなか緊張するものね。緊張しているのかい？そうですね。君はまだ清涼院に来たばかりだと聞いている。緊張して当たり前だ。そうかもしれませんが、足手まといになる気はありません。いざという時に腰が抜けることなどがあれば叱咤してくださるとありがたいです。できないよ、か弱い女の子にそんなことは。やっぱりシロよね。すみません、ジロジロ見るなどはしたないことをして。構わないよ。ただあんまりまじまじと見てくれるものだからどうかしたのかと思って。あ、いえ。何か構わず言ってほしい。今なら聞ける。あなたは幼馴染のシロなの？なんとなくだ。本当になんとなくだけれど、昔君に似た女の子と遊んでいた記憶はある。本当に？もしかして本当に本当にあのシロなの？だが記憶が曖昧だ。本当に君だったかどうかは。シロはこんな風には笑わなかった。
人違いなのかしら。もうずいぶん歩き回りましたけれど、出てきませんね。うん、まあいくら数が増えているとはいえ、そう簡単に遭遇できるものでもないか。今は別に何もしていないのに。日もだいぶ落ちてきましたし、もう帰った方がいいかもしれません。確かに、いくら西島院長のお眼鏡にかなう実力があったところで、所詮は学生だ。それに複数の鬼と契約している僕が殺されてしまっても仕方がないしね。君の言う通りだ。今日はもう帰ろうか。下がって。突然どうし、はぐれだ。それも一体ではないね。千住院さん、気をつけてください。ああ、分かっている。戦うつもりかい？当たり前です。それは頼もしい。だが君はなるべく僕の後ろに隠れているんだ。でも来るぞ。千住院さん、刀なんて、いつの間に。いえ、取り出したところも見えなかったわ。あれは一体。危ない。大丈夫か？大丈夫です。油断してちゃいけないわ。ふっ、アキラ。一応全部撃退できたわね。結局日下先生の言っていた人たちは来なかったわ。どうかした？まだはぐれの気配でもあるのか？あ、いえ、何でもありません。まあやっぱり当てにはできないってことね。ですが、まだ近くにいるかもしれませんね。もう少し。もうずいぶん日も落ちてきたけれど、でもすぐ近くにいるのであれば。今日のところは学院に帰ろう。え、どうしてですか？だってまだ。ここは一旦退いて、日下先生に現状を報告するべきだ。ですが。そして他の組とも情報交換をしよう。思っていたより事態は深刻かもしれない。僕たちと同じように他の組もはぐれと遭遇しているかもしれないからね。先ほどの鬼よりももっと強力なはぐれが来ることだってあるかもしれない。
僕もそう思います。それに一度に数が出てきたから一気に消耗してしまった。今襲いかかられたらひとたまりもありません。そうよね、ここで焦ったってどうしようもないわ。何より私たちが怪我をしてしまっては本末転倒だもの。すみません、わかりました。いい子だ。さあ帰ろう。すっかり暗くなってしまったね。ここまで送ってくださらなくても大丈夫でしたのに。何を言っているんだ。ただでさえ学院にはぐれが出没したことだってある。それなのに君を一人で返すわけにはいかないだろ。それは先住院さんも同じことだと思いますけれど。数が多いっていうのは本当なのね。人間が普通に住む町に次々と現れているなんて。そういえばどの方たちも応援に駆けつけた主と鬼はいなかったとおっしゃっていましたね。ああそうだね。日下先生も不思議そうな顔をしていたな。いくら人手が足りなくともどこにも応援がなかったなんてどうしてでしょう。曲がりなりにも政府から派遣されている鬼たちでしょ。学生が出ている場に手を貸さないなんてことがあるかしら。被害状況もつかめていないほどに手が足りないの。そんなの大丈夫なのかしら。そればかりは僕にもわからない。さあもう寮へお入り。何？また明日の朝迎えに来る。今日はきっと自覚がなくても疲れているだろう。だからゆっくり体を休めてくれ。はい、おやすみなさいませ。おやすみ、勇猛果敢なお姫様。結局先住院さんはシロじゃないの？よくわからなかったわ。忘れられているってことも考えられるけれど、でもはっきり確かめてみたい。